おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。東京メトロは、東京地下鉄株式会社の愛称のことで、銀座線など9路線を運営していますね。ほとんどの駅は東京都にあるのですが、東京都以外にも東京メトロの駅はあるんです。ということで今回は埼玉県で、唯一東京メトロの駅、東武東上線と、副都心線、有楽町線が発着する、和光市駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。配線図を見ながらつなげていきましょう。町の駅で2面4線の駅を作ります。有楽町線、副都心線は坂レールをつなぎ、高架線を作りつつ、レールを伸ばします。外側2線は東武東上線なので、下り線を立体交差させるため、高架橋脚や、ジョイントレール、マガレールを使い、池袋方面に線路を伸ばします。川越方面にもレールを伸ばしましょう。ターンアウトレールをつなげ、外側2線の線路を伸ばします。真ん中は伏線ポイントレール、坂レール、再び伏線ポイントレールをつなげます。東武東上線のレールを伸ばしたら、その上に高架線をつなげ、坂レールで地上に下ろし、適当に和光検尺を再現します。車庫を設置して、車止めを取り付け、ステーションパネルで駅ビルを再現します。富加タウンの道路を敷きます。東京外環自動車道も作っておきましょう。架線を設置し、木をたくさん置いたら完成を見てみましょう。どうでしょうか？和光市駅ができました。早速各路線の車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？東武8線系は2015年に、池袋、小川町間の営業運転から撤退していますが、プラレールでは数少ない東武の通勤車両なので出しています。和光検尺にはたくさん車両を置きたいですね。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひぜひコメント欄にて受け付けております。それでは走行動画をどうぞ。東京メトロをご利用くださいましてありがとうございました。